続いてのトラック競技は男子 400m ハードルの決勝です。レーン順に出場選手を申し上げます。第1レーン北山亮介君、国士舘大学。第2レーン野口雄貴君、城西大学。第3レーン大久保拓磨君、日本大学。第4レーン小川達也君、夢の未来。第5レーン川越博也君、城西大学。第6レーンを挙げて第7レーン井戸貴弘君、城西高校。第8レーン坂本圭君、東京学芸大学。以上7名の出場で男子 400m ハードル決勝です。Thank you.